火の中火を頭で打ち込み、火の中もジャンプ。まるで超人ショーのような映像ですが、これは北朝鮮の軍隊、朝鮮人民軍の訓練映像なのです。テコンドーで鍛え上げられた兵士たち、 木の棒で殴られても、びくともしません。釣り鐘を突くような太い木で撃たれても、まるで鋼のような肉体。そして出されたのは、木も一発で切れる一本の刀。さらに刀の上にレンガを置いて、 まるでマジックショーのようです。割れたガラスの上を走るのは序の口。2人を担いだ兵士はご覧の通り。とどめはこの映像。 トラックを一人で引っ張って動かす怪力兵士。トラックの荷台には20人以上の兵士が乗っています。強靭な兵士は男性だけではありません。瓦を一発で割ってしまう女性兵士たち、その様子を眺める金正日総書記。テコンドーで立ちどころに相手をなぎ倒してしまいます。 その手はまるで刀のように瓶を真っ二つ。映像は超人的な訓練ばかりではなく、実戦的な訓練の様子も映し出しています。これは他国への侵入訓練、上陸して見つかった場合も想定されています。 これは敵の車両を奪う戦闘訓練です。トラックの荷台で戦うなど、細かい部分まで想定し、兵士たちの必死の訓練の様子を見ながら、この番組が放送されたのは1996年2月16日。当時は大洪水による被害で非常に食糧事情が逼迫していた時期です。テレビを見た北朝鮮の人々は、この様子をどんな気持ちで見つめていたのでしょうか。